こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、今すぐ使える大人の空きアウター5000ということでお届けをしてみたいと思っています。もう最近はですね、だいぶ気温が下がってきて、もうアウターがないとちょっと肌寒いぐらいかなと思うんですね。皆さんもきっとですね、羽織り物を探している頃かなと思うので、今現状でオンラインで買えるもので、なおかついろんなバリエーションの空きアウターを 今回はご紹介をしたいと思います。着丈の長さもトレンド感のある短めなものから、ちゃんとですね、オーソドックスな長めのもの、あとは綺麗めなものからカジュアルなものまで、しっかりとご紹介したいなと思ってますので、まあ、今回ご紹介する中で、まあ、1、2パターンあれば、秋アウターとしては十分かなと思うんですね。そこから先は冬アウターという形で、ウールのロング丈のコートだとか、あとはダウンという形に移行してくるかなと思うので、まあ、そこのつなぎのアイテム、秋にもつ 使えてなおかつ、そういったアイテムって、意外と春先なんかにも使えたりするので、ぜひ今回の動画参考にしながらですね、秋アウターを探していただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからはですね、具体的に秋アウター皆さんにご紹介したいなというふうに思ってるんですが、まず一つ目ですね、これはですね、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいアイテムかなと思います。今回ご紹介する秋アウターの中でも非常にベーシックで長く使っていただきやすいようなアイテムかなと思うんですが、こちらはユニクロのブロックテックコートのですね、色はオリーブですね。こちらはですね、今季のユニクロ U の商品で、僕自身はですね、買ってないんですよ。これなぜ買わなかった っったたのののかかとといううででですすすすねね似よななにつ持持ててるるらん後ほど僕の持ってるものもご紹介しますが、まあ、このようなユニクロ U のシンプルないわゆるこうステンカラーコートのようなデザインのものって僕は名作揃いだなと思ってるんですね。まあ、サイズ感としてはややゆったりめではあるもののデザインのベースはかなりオーソドックスで使いやすい。ただ通常のユニクロのインラインのものに比べると少しだけエッジが効いてますし素材感だとか色づ 使いだとかこういった部分もややクロート向けに作られているんですねただ、やりすぎ感がないので、すごく使いやすいと。で、今季は色合い、オリーブというとこで、この色の表現がめちゃくちゃ良かったんですね。ミリタリーな感じのオリーブではなくて、ダークグリーンに近いような気になるオリーブなので、これは大人の男性には使いやすいと思います。 で、早くもですね、このステンカラーコートが値下げされてるんですね。9990円ということで、かなり買いやすくなりました。1万円未満でこのようなステンカラーコートを買おうというのはなかなか難しくて、なおかつユニクロ U ということで、著名なデザイナーの方がデザインをしたものがこの価格というのはかなり驚きがあります。で、素材的にはブロックテックなので、風だとか小雨であれば防いでくれるという機能性も含めて、非常に使いやすいので、まさに今時期、もうぴったりのアイテムかなと思います。 まあ、ベースで言うとですね、ちょっと僕の持ってるものをですね、ご紹介したいなと思うんですが、これ、今年のですね、春夏のですね、ステンカラーコート、ユニクロ U のものです。まあ、デザイン自体はそんなに大きくは変わらないんですね。ちょっとポケットの付け方が違うかな、ぐらいですかね。こちらもですね、同じくダークグレーのですね、ユニクロ U のコート、まあ、両方ともめちゃくちゃいいんですよ。特にこちらのダークブラウンと表記だったかなと思うんですが、こちらがめちゃくちゃ良くて、まあ、 僕の普段の動画の中でも何回か出てきていますが、これをですね、今現在買うのであれば、先ほどご紹介したブロックテックコードですね。これがすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、9990円でゲットできて、なおかつトレンドというところで、そんなに強すぎるようなデザインではないので、複数年使えるという意味では、まあめちゃくちゃおすすめなので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目のですね、大人におすすめの秋アウターなんですが、これはですね、定番的なジャケットですね。まあ、こういったアイテムというのも、大人の男性にはもう欠かせないもので、まあ、僕自身も今ジャケットを着ていますが、まあ、アウター感覚で秋にさらいと着てもらうというのが、すごく便利かなと思います。まあ、T シャツの上に着るという着方、もしくは丸首のニットですね。ハイゲージといって、薄手で目が詰まっているニットだったら、その上にジャケットを着るというスタイリングもすごく よく使いやすいかなと思っていますまあ、ジャケットにもいろんなブランド価格帯選択肢があるんですがその中でまあこの YouTube の中ではあまりですねお勧めしてなかったんですけども僕の中で一押しなのがこれビューティーユースのオリジナルなんですがこれ360度マスターって呼ぶんですかねちょっと英語で読むのか360の部分が英語で読むのか日本語で読むのかわかんないんですがこちらのリラックスジャケットですねまあ、セットアップ対応しているシリーズなんですがこれがですね僕の普段 のスタイリングでもご提案することがあるんですがめちゃくちゃ使い勝手がいいんですねまあ、ジャケットとボトムスセットアップでコーディネートが可能なんですがまあ、単品使いでももちろんオッケーというアイテムになっていますジャケットのベースデザインとしてはまあ、すごくシンプルな形にはなってるんですがサイズ感少しだけ緩めになっています現代のトレンドに合わせたようなサイズ感になっていてでポケットの付け方なんですけどもサイドに斜めに付けられているんですねちょっとスポーツ スポーティーな見た目になっていまして、このあたりはユニクロとセオリーのジャケット、すごくですね、雰囲気としては似たような仕様になっています。まあディティールはスポーティーなんですけど、見え方としてはすごくシャープで、使い勝手がすごくいいんですね。 で、名前にもある通り、360度のストレッチが効いているので、すごく着やすいんですね。まあ、ジャケットというと、どうしてもビジネスカジュアルの印象が強いかなと思うんですが、これは気軽にオフでも、羽織り物として活用できるような着心地の良さを備えているので、そういった点では、オンオフ兼用で使えるような、まあ、すごく優れたアウターなのかなと思っています。まあ、カラー展開は、ダークブラウン、ブラックネイビーというところで、3色用意してあるんですが、ビジカジですね、意識するのであれば、 やはりネイビーが使い勝手がいいかなとは思うんですが、個人的にはこうダークブラウンですかね。この色がめちゃくちゃ良かったんですよ。こちらの写真にある通り、内側にブラックだとかネイビーの丸首のニット、その下に白 T シャツを覗かせながら着るというコーディネート。これがそのままかっこいいので、ぜひ皆さんにも試していただきたいんですね。 大人っぽくてベーシックで使いやすい。で、このシリーズに関しては結構定番でやっているので今年だけではなくて来年以降も含めて使っていただきやすいのでぜひこのシリーズ皆さんにも試着をしていただきたいなと思っています。特に40代以降の男性であればちょっと綺麗めなアウターを1枚持っておくと便利かなと思うのでジャケット単体もしくはセットアップも含めてチェックをしていただければなと思っています。 はい。続いて3点目のアッキアウターなんですが、これはですね、今シーズンになって、あまりまだ上げてないアイテムかなと思うんですが、いわゆるですね、モッツコートと呼ばれるような、ミリタリーを感じさせるようなアウターなんですね。こちらはアーバンリサーチのアイテムなんですが、別注のゴールデンミルズのですね、M65 フィールドパーカーというアイテムですね。これはですね、今年の春に僕も似たようなものを購入したので、まあ、ちょっと実物を持ってきてみました。はい。 こちらなんですね。 ちょっと仕様は変わってるかなと思うんですが、ゴールデンミルズ別注のアーバンリサーチのコートというところでは全く同じ路線のアイテムかなと思います。まさにこの時期って、コットン系のこういった M65 とか、ミリタリー系のモッツコートってめちゃくちゃ使いやすいかなと思うんですね。ウール系のコートよりももうちょっとですね、カジュアル感があって、なおかつトレンド感が漂うようなスタンドカラーで、なおかつこうモッツコートのゆったりさというところが両方味わえるので、 これはですね、春に買ってすごく良かったアイテムだなと思います。ただ一つだけ難点があって、春に買った時にはですね、すでにあったかくなってしまって、あんまり着ることができなかったんですね。これからの季節、このアイテムがまさに活躍するかなと思っています。秋からですね、冬も実は使えるかなと思ってまして、これ自体に保温性がものすごくあるかというと、そんなことはないので、この下に、例えばキルティングジャケットだとか、あとは薄手のインナーダウンなんかを着れば、結構真冬以外 は使えるかなとと思うので秋冬アウターとい、う形ででははすすすごくですね使いいいいいい勝手がいいんじゃななのかなと思います、はい、こちらのアイテムなんですが、ゴールデンミルズというのはまだ2022年に立ち上がったばかりのですね、日本人の企画制作チームによるですね、ブランドなんですけども、まあ、本格的なミリタリーウェアをですね、ベースに作りながらも、日本人の体型だとか、あとは今のトレンド感というところをしっかりと加味しながら作られているアイテムなので、すごく個人的にもですね、気に入って使ってるブランド ブランドなんで、すねで結構ありがたいのが価格帯なんですね。結構持つコートって高いものになると3万円以上っていうものが多かったりする中で、こちらは本格的な作りにもかかわらず2万円を切ってるんですね。19000万9円台というところで、まだトライしやすいかなというところも含めて、 これはおすすめのアイテムかなと思います。で、色の展開はブラックとオリーブというところで2色なんですが、僕は結構迷ったんですね。本格派のオリーブもすごく良かったんですが、まあ、モッツコートということで、ちょっとこうミリタリー色が強いアイテムでもあるので、ブラックを選択しましたが、まあ、オリーブも今見てもすごくいいかなと思うので、このあたりは好みで選んでいただくのが良いかなと思います。ML2 つの展開で、割とこう大きめのデザインなので、まあ、サイズ感はしっかりと注意をしながら選んだ ほうがいいかなと思うんですが秋のアウターとしてはトレンド感を出しつつ大人の男性にも似合うようなある程度の着丈の長さがあるアイテムとしてはすごく使い勝手がいいのでぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています はい、続いて4点目の空きアウターなんですけども、これはですね、竹の長さとしてはですね、短すぎず長すぎずのシャツアウター系のアイテムなんですね。まあこれまでにもう何回か上げてきてるんですが、まず最初に取り上げたいのは、まあこれはちょっと何度か出てるんですが、グリーンレベルの TW サージカバーオールですね。このアイテムはやっぱり使い勝手がいいんですね。まあちょっと今回空きアウターをですね、取り上げるにあたっていろんなものを見たんですが、このよう シャツアウターとかカバーオール系の中ではですねちょっとこれに勝てるものはなかなか見当たらなかったかなと思います去年ぐらいまではもうちょっと選択肢が多かったと思うんですが今年はまあそこまでたくさんはないかなという印象なんですねカバーオールというカジュアルなアイテムをですねサージ素材の上品な素材で表現することで非常にですね大人の男性にも似合いやすいようにカスタマイズされているのがですねこちらのアイテムなんですねまあ、色の展開いくつかあるんですが個人的にはですねネイビーまだ 在庫も残っていいるのでこれが今回おすすすめかなと思います大人の男性の定番色であるネイビーというのは着るだけで爽やかな雰囲気も漂うのでこのネイビーなんかはですね非常に使い勝手がいいかなと思います特にこのネイビーという色はですね秋だけじゃなくて春にも使いやすいんですねグレー系の色もですねバリエーションとしてあるんですがより秋冬に強いような印象があってネイビーだともちろん秋冬もいけるけども春にも使えるという印象なのでこれもですねかなり使い勝手が いいんじゃないのかなと思っていますボーダーのカットソーと合わせてみたいだとか丸首のニットに合わせてみたいだとか様々な使い方ができるので一着あるとやっぱり使い勝手はいいかなとは思いますねただ在庫としてはグレー系が今なくなってきてるのでネイビーそれがおすすめしたいのとグレー系でおすすめだったら個人的にはですね今期のユニクロ U のウールブレンドシャツジャケットですねこれのダークグレーもめちゃくちゃいいんですよこちらもですね今期ユニクロ U のコ 個人的な購入品には上がっていないんですね。しかも結構いろんな YouTuber さんもこれってそんなに上げてないと思うんですよ。それなぜかというと派手さがないからなんですね。正直ユニクロ U のアイテムの中では他にいろんな魅力的なものがあるので、例えばユーティリティジャケットとかね、このあたりも僕の中ではすごく良かったかなと思うんですが、そういったものの影に隠れてしまってスポットライトが当たっていないんですね。 僕はなぜこれ買わなかったのかというと昨年ですね1年前のプラス J でかなり似たような商品があってそれを購入していたのでぶっちゃうので買わなかったんですがこれもめちゃくちゃいいんですよいわゆるこうシャツアウターのような竹がちょっと長くてさらりと羽織れてしかもこうウールブレンドというところで上品な質感も味わえるというところですねあとダークグレーの色の表現がすごくいいんですね大人っぽく見えてすごく品がいいイメージですねパーカーなんかと 重ね着をしてもすごくかっこいいので、これが現状を変えるシャツアウターの中では、このツートップですね。グリーンレーベルとユニクロ U。このどちらかを買っていただければ、まず間違いがないかなと思うので、爽やかな雰囲気を味わいたいなら、グリーンレーベル。ちょっと大人っぽく、秋冬っぽい雰囲気をより楽しみたいなら、ユニクロ U がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目のですね、空きアウターなんですが、少しスポーティーな雰囲気のものを出したいなと思いまして、えー、ナイロンジャケットですね。僕の動画の中では結構定番的に出てくるようなアウターかなと思うんですが、まあ、その中でももう本当にこうど真ん中でですね、使いやすいのが、 ノースフェイスのベンチャージャケットというアイテムですね、まあ。ノースフェイスのアウターというとですね、機能的で、なおかつ待ち着としてもちゃんと映えるようなですね、ロゴ自体にもちゃんとブランド力があるので、まあ、すごく使い勝手がいいかなと思います。で、価格帯的にも結構ノースフェイスってアウターいろんなバリエーションがありまして、人気のダウンとかになるとレアで、なおかつ価格帯が上がってくるんですが、まあ、ベンチャージャケットに関しては17,600円ということで、 割とですね、こういったスポーティーなアウターの中では買いやすいようなエントリーモデルになってくるかなと思います。まあ、デザイン的にはすごくベーシックですね。ど真ん中のナイロンジャケットで胸元にノースフェイスのロゴがついていて、すごく着方としては待ち着にはフィットしやすいかなと思っています。もちろん T シャツの上に羽織るというスタイルもいいんですが、意外と白のバンドカラーシャツの上に着たいだとか、丸首のニットと合わせたいだとか、小綺麗なアイテムとのミックスコーデというところですごく 使い勝手がいいかなと思うんですねまあ、サイズ感としては割とですね今っぽいようなゆったりめのものではなくてシャープな細身のタイプになっていますのでこのあたりはより大人の男性には似合いやすいかなと思うんですがサイズ選び結構ですね重要になってくるかなと思ってまして普段のジャストサイズを選んでもいいんですが僕はですねノースフェイスで S とかを選ぶと結構コンパクトになってしまうので必ずワンサイズ上げるようにしていますここのサイズ選びだけですね結構注意が必要な なので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思います。まあ、カラー展開いろいろとありまして、ベージュだとかモカだとかネイビーもあるんですが、なんだかんだで使い勝手がいいのはブラックかなと思います。ブラックのですね、ナイロンジャケットを選んで、 ボトムスに関しては、例えばダークグレーのですね、イージーパンツだとか、あとはグレー系のデニムだとか、まあ、ブラック系のイージーパンツとかでも合わせられるので、まあやっぱり王道はブラックかなと思います。まあちょっとシーズンカラー的なベージュなんかもね、色合いとしてはすごくいいんですが、まあこのようなものは一着買えば定番的なものなので、しばらくは使えると思うんですね。そういった意味では王道を選んでおくといいかなと思うので、ぜひですね、このようなナイロンジャケットというジャンルでは、ベンチャージャケット、もうちょっとエッジを効かせたいなというのであれば、 アークテリクスですね。スコーミッシュフーディーだとか、そのあたりも含めて一着持っておくと、まあ、様々な大人の男性にはハマりやすいアイテムだと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の男性におすすめの空きアウターということで、今すぐ買えるものをですね、いくつかピックアップして、皆さんにご紹介させていただきました、まあ。タイトルには5点とありましたが、なんだかんだで7点ぐらいになりましたけど、まあ、ぜひこのあたりからですね、気に入ったものをですね、チェックをしていただければなと思っています。まあ、結構ですね、様々な個性があって、ロング丈のアウターから、ミディアム丈のもの、そして丈の短いですね、ナイロンジャケットまで、いろんな選択肢があります。 本当にね、どれがしっくりくるかは人それぞれかなと思うんですが、この5点から7点の中にきっとですね、皆さんの好みのものがあるかなと思うので、ぜひ皆さんも秋ア,アウター楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、 今回のように今すぐ買えるアイテムをですね、どんどんお勧めしているのが僕のもう一つ展開してます YouTube のメンバーシップチャンネルなんですね。週4回のペースでお勧すすめのアイテム、今すぐ買えるアイテムをガンガンお知らせしていますし、まあ、ベーシックなものだけではなくてもうちょっとトレンド感の強いものだとか僕自身が大好きなテイストのものをですね、どんどんご紹介しているので気になる方は概要欄からチェックしていただければなと思っています。またなかなか動画をゆっくり見る時間がない方のためにオンラインサロンも買い をしています。そちらでは文章と写真ベースでサクサクと読めるような記事をですね1日だいたいですね3から5記事ぐらいアップをしていますのでそちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに